井上正サル7月1日昭和13年9月15日は日本の海軍軍人政治家死者。最終階級は海軍大佐。貴族院議員。旧名は松浦淳。本席は山口県。白尺松浦船の八王として生まれ死者井上正サルの婿養子となる。明治39年11月海軍兵学校を卒業し、 翌四十年十二月に、海軍少尉任官。明治四十三年八月、養父の死去に伴い死者を就職。海軍大学校選科で学ぶ。第二南図解死体参謀、横須賀鎮次府付、臨時鎮太を洋行部副官、不相分隊長、軍令部出資、伊住院五郎元水副官、伊勢分隊長、オランダ市比留学、フランス留学、山城分隊長、 軍令部出資、軍令部参謀などを経て、大正12年12月、海軍中佐に進級。ドイツ大使館付、武官、駒橋艦長、旧湯官、須野崎特務艦長などを歴任し、昭和3年12月、海軍大佐となる。矢萩、岩手、過去の各艦長などを経て、昭和6年12月、予備役に編入された。その後、 昭和8年8月から死去するまで貴族院議員を務めた。ありがとうございます。